フィフスアベニューはアメリカ合衆国の自動車会社クライスラーが1979年から1993年まで自社が販売する最も大型の乗用車に関していた名称であるニューヨーク市のメインストリートである5番街に由来するフィフスアベニューは1979年からニューヨーカーのオプショナルパッケージとして用意されたフィフスアベニューの名は 1980年から FR ミッドサイズのレバロンのオプションパッケージとしても使用されることとなる。1980年型レバロンフィフスアベニュー1983年型ニューヨーカーフィフスアベニュー M ボディのフィフスアベニューが初めて誕生したのは1980年。同年のニューヨーカーフィフスアベニューとは仕様は似ていたがこちらは1クラス上のフルサイズであり、姉妹車ではない。 1982年に、クライスラー・レバロンが、M ボディから、K カーに小型化され、同時にレバロン・フィフス・アベニューは消滅。同時に、R ボディのニューヨーカーが、M ボディに小型化され、同時にニューヨーカー・フィフス・アベニューも、M ボディに行こうという形となった。見方によっては、1982年型、ニューヨーカー・フィフス・アベニューは、レバロン・フィフス・アベニューの解明という形でもある。 1983年型ニューヨーカーが E プラットフォームにフルモデルチェンジしたがニューヨーカーフィフスアベニューは M ボディのまま続行生産される1984年にニューヨーカーフィフスアベニューはフィフスアベニューに改名される1989年生産終了となった1992年型ニューヨーカーフィフスアベニュー1990年からは再び ニューヨーカーシリーズ1990年の時点では、ニューヨーカーという単独の名前はなく、ベーシックモデルにもニューヨーカーサロンとサブネームが付けられていた。をベースに開発されたため、名前はニューヨーカーフィフスアベニューに戻る形となった。ベーシックなニューヨーカーシリーズは C プラットフォームを使用していたが、ニューヨーカーフィフスアベニューはそれをベースに拡張された Y プラットフォームを使用していた。 このワイプラットフォームは当時のクライスラーの最高峰であるインペリアルと共有するものであった。1992年マイナーチェンジで若干丸みを帯びたボディデザインに変更された。1993年生産終了となった。ありがとうございます。